皆さんこんにちは。純白のパイ奏者宮内梢です。今回は森山重和日本プロ麻雀連盟会長のマニフェストによって特別対局番組が行われるんですよね。はい、はい。私のですね、東洋選抜さんのマニフェストがですね、誰を集めるって言ったか分かんないんですけど、忘れちゃったんですけど、プロ連盟 の女流トップのですね、人気4人を集めてですね、そういうマニフェストだったんですか。対戦をお届けすると、麻雀ファイトクラブのね、ファンのために作るというマニフェストがありまして、はい、まあ、大体、まあ、なんかそれはなんとか達成できるだろうと思ってて、で、まあ、ここの新しいスタジオができましてですね、はい、第一発目に一発目かな、大堂々としかも私も今日はお誕生日で、そうですね、おめでとうございます。おめでとうございます。わけわかんないんですけど、はい、今日は11月6日、それを記念して、まあ、全然関係ない。で、まあ、楽しくね、だけど、まあ、麻雀は真剣にね、はい、で4人ちょっとね、やっぱり1位2位がですね、はい、ちょっと新旧交代じゃないんだけど、うん、世代交代そういう、もう世代とかそういう話はない。だけどなんかね、やっぱりこうなんか年齢だけで選ばれちゃったのかなみたいな。いや、でも私思ったんですけど、ちょっと身長もあるのかなと。上位可愛いんだよね。そう、ちっちゃいんですよ、みんな。ちっちゃくてね、そうだね、そうやって投げさばけばいいの、自分の。ちょっとちっちゃくなれば。じゃあ紹介してください。はい、それでは1位から1位の白川由紀奈プロ、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。今回の意気込みや1位になってファンへのコメントなど、はい、なんですかね、はい、本当初日、途中経過ネットで見られるんで、まあ、ツイッターなんかでファンの皆様に1位だよって言われてすごいびっくりしたんですけど、うん、なんかまだ実感が湧かなくてふわふわしてる状態なんですが、ふわふわ、はい、ふわふわゆきな、まあ、今日は楽しみながらね頑張りたいと思います。はい。はい、いいですか、1位抜いてやったでみたいな先輩たちに。本当に秋さんもルビさんも尊敬する大好きな先輩なので、はい、それはないです。ないですね。はい。はい、それでは2位の高宮麻衣プロ。はい。はい、声張って。はい。よかったです。はい、マリちゃんは、ね、はい、DVD とかも発売して、はいはい、水着でも大活躍中ということで、はい、水着ばっかりだよね、むしろ、はい、ちょっと武器は使った方がいいよ、持ってる武器は。いいですか、もう来年は抜くぞとかそういう、はい、いや、大丈夫です。もうバチバチさせようとしてるんですけど、大丈夫ですか。頑張ります。はい、それでは3位の二階堂ルミプロ。はい、はいはい、皆様ありがとうございます。そうですね、新旧新しい四天王ということで、ありがとう。ちょっと無理、この4人で頑張ろうかなと思います。ダメです。はい、はい、そうね、うん、終わりですか。やっぱ麻雀は一生懸命頑張りますよ、はい、ね、はい、若いやつには負けないぞとか。そうですね、うん、まだまだ若いやつには負けてらんないぞ。はい、それでは、4位の二階堂秋プロ。はい、はい、4位に、ね、入れると思ってなかったんで。あ、そうなんですか。ちょっとね、まあいろいろあったんでね。いや、出産とか、ね、いや、私でもいろいろあっても1位だろうと思ってたんですけど、うん、いや、1位はさすがにないなと。だってほら、対戦してできないんだから。そうなんですよね。対戦できないのにね、この4位はね、やっぱりね、相当大健闘だっていうか、さすがだと思うよ、ね。もう次からはいっぱい参戦できるんで、参戦してね、はい、うん、順位頑張ってあげたいと思います。頑張ります。はい、それで宮内さん、はい、8位だっけ。違います。8位じゃなかった。私は、6位です。え、泉より上なの。はい、もう泉より上。ちょっと待ってください、私去年だって7位で8位になったことないんですか。あ、そうなんだ、はい、去年焦ってたじゃん。去年焦って、いや、もう今年は9位かなと思ってたんですよ。そうだよね、はい、泉はほら、泉はね、マニフェストが悪かった。坊主にね、はい、みんなほら、ファンの人坊主見たくないから。なんか言ってましたね、そう、泉さん坊主になってほしくない。あれ、宮内プロのマニフェストなんだっけ。私は、私メインのポスターを作るっていう、うん、それで割と支持されたんだ。割と、どういう意味ですか、それ。みんな、でもそれは達成できなかった。あ、できました。あ、できたの。7位以内だったらっていう。あ、作るんだじゃん。はい。じゃあ、もう進んでる話は。あ、もう進んでます。あ、わかりました、はい、今回のマニフェストでね、白川と中山のマニフェストはね、あれは納得いかなかったね。そうですか。自分で何にもしないじゃない。確かに。いや、賛成するんですよ。うん、賛成
ますよ。私ダリアキナは参戦してますよ。ナナミンは参戦してないよね。ナナミンは分かんないですけど。そうしたらナナミンナナミンとかばっかり出てきて。ナナミンナナミンって。ナナミン音楽。ナナミンジャックします。これは楽だろう。何にもしなくていいじゃないかと思ったけど。参戦してます。結構してるよね。結構してます。してるんだ。はい。それは失礼いたしました。じゃあ今日対戦ね、はい、ちょっともう大勢の対戦始まると思うんですけど、はい、頑張ってください。あ、それから、はい、まるちゃんあれね、モンド優勝おめでとう。あ、おめでとうございます。今回もラクちゃん出てなかったからさ。ね、じゃあ次ラクちゃんまた頑張らないとね。ね、はい。じゃあ、あそろそろ、ね、あ、それからですね、はい、今回なんですけど、私の方でですね、個人的にちょっと商品を、これはね、浦安にあるね、某アミューズメント施設のねネズミ的なやつですか、そうそう、それの1日パスポート券を、おお、え、なんで、いや、優勝だけど、え、じゃなくて、ペア、ペアですか、だからペアだけど、アキちゃんとこは3枚、あー、うちの、アキちゃん優勝なら3枚、私とは、森山ちゃんも山ちゃん、多分、赤ちゃんはいらないかと思う、いやだからもうちょっと下に行きたくなるのよ。行く行く大丈夫だって。だからはっきり言ってね、子供は行きたくないんだけど親が連れて行きたい。いや多分チケットいらないよ。赤ちゃんチケットいらないの？はい、4歳ぐらいまで多分。あ、じゃあ2枚に。そうなんだ。じゃあ2枚に。ルミちゃんに。じゃあルミちゃんに3枚に。じゃあということで、勝ったチームに、チームじゃない。チームじゃなかったね。勝った人に。こういうことだ。こういうことだ。それを出します。はい、ということで。まもなく東杯のスタートです。はい、それでは森山茂和会長と私宮内梢で解説を行っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そろそろ対局が対局です、ね、はい、開始されました。ちいちゃは白川ですね。はい、白川のね、はい、はい、そしてこれは顔が出てたから言った方がいいですかね。いや、大丈夫よ。大丈夫ですか？出てくるからね、白川プロね、ここ。はい、これが親番です。ドラがパーマン。ずいぶん右に寄ってるね。袖が長い。袖？赤が一枚あるね。赤ありますね。まあ、ゆっくり揃えてくれれば。はい。ドラは持ってません。そんなに揃えなくてもいいかもしれない。あ、そこそこ、あ、ずるい、ずるい、あれは逆さまにしなくていい牌だね。あ、そうですね。だからほら、逆さまにしなくていい牌を逆さまにすると、わざとなんですね。あの、はい、なんちゃった神谷です。例えば白逆さまにするとかさ、はい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 、あそこ違うやつなんじゃないかって、うん、お、三三五、シャーチャ、二階堂、秋、そしてペーチャが二階堂、ルミですね。ドラパーマンです、ね、ドラパーマンです、はい、はい、こちら親の白川の手配です。一品、一品はつま切りですね。ここサブロクソがすごい固まってますね。 うん、あれをこういきなり関しないでね、はい、少し見せないでいくと、はい、あのやっぱり周りが手組み失敗しますよね。手組み失敗するよね。例えばここで、はい、まあ、数層切るしかないんだけど ね、まあ、ね、445の赤が5だから、はい、4切るしかないんだけど、はい、いくら待っててもさ、はい、もう3はないわけだしさ、ね、お、いいとこあるね。そうですね、うん、ねえ、いいシャンテンだけど監視ないよ。いい形になるのね、ちょっと待ってるんだろうけど、なんかあの天杯で関する人が多いように思うんですけど、関西はどうなんですかね、うん、まあ、それは手の形によるよね。やっぱ形が悪いとね、あんまり早く関すると大変なことになるし、はい、ね、ただ形がいい時は早く関しないと、はい、あの例えば関した瞬間に積もってるのも悪くないんだけど、リンシャンがつく場合もあるけど、裏ドラがないじゃない。あ、そうですね。だから先に関してリンシャンから持ってきて転敗してリーチかけて積もる方が得だよね。じゃあリーシャン点で関するのが、まあ、高宮まりちゃん、いいですね。今ペンチーピン入ってましたね。ね、ちゃんと三式で、はい、ね、うん、なんかちょっとあの手の形を見るとね、勢いがあるね今ね。そうなんですよね。だけどチーワンがここに全部がないんだよ。あ、本当だ、そうだ、ね、ドラ表にチーワン1枚あってさ、きました、ね、だけどチーワンがないな、ない、チーワン、うん、全部ないですか。あ、すごい、ここ、あ、全部ないですね。さすがに勘か。そうですね、もう切るのがないからね、はい、うん、切るのがないから勘ですね。サブロッソーが7枚ここにいます、うん、でパワー持ってくるのが一番いいよね。そうですね、チーワンないですから、うん、ね、
もう問題はチーアンだね。チーアンとかサブローソーとかさ。はい。ね、うん、ここはそんなにいい手じゃないから。で一品が重なりました、ね。ここがどうなるんだろうね。ただサブローソーで3層が完されたからさ、はい、あそこがちょっと薄いのが分かったからね。でも数層先切りしてないのがいいですね。うん、そうそう、帰って助かったよね、はい、うん。これでなんとかなるか。はい。ただ赤ウソだからさ、そうなんですよね、あれがさ使いたいのは使いたいから、はい、まあギリギリまで持つんだけどサブローソーないからね、はい、さあこれどうするかだね。一応3色見えてますが、想像がいい形だからさ、うん、パーピン切っちゃうかな、やっぱり想像がね、うん、ウッパーソー、ウッパーソーチーソーの形でいいからさ、でドラがパワーマンですからね、うん、ただあそこがどう処理できるか、結局チーワンがないからね、はい、うん、あそこで今パワーマン、ここどこだっけ、どっか2枚重なってたでしょ。そうですね、ルミプロのところに2枚あります。だからアキプロが上がるのはちょっと大変かもしれないね、はい、うん、結構みんな苦しいですね、持ち合いムチムチになってもね、はい、もちもちになってるような形、ここもねドラはいっぱいあるんだけど、ここもうまくいくとねちょっとあれだけど、ただこのチーワンがね、例えばあの白川プロのところのほら統一手になっちゃうとチーワンが出ちゃうんだよね。ウソ重なったらチーワン出ちゃうんだよね、はい、だからその辺が転廃したね。これカンチーワン転廃しました。お、ね、最後のローソー引きましたね、ここ、うん、はい、ただここがねチーワンが出る形が怖いな。あ、そうですね、これチートイツに決め打ちとチーワンが出ますね、うん、そうなんだよね、ダブルパンチもあるからね、はい、うん、これでこれでね、はい、今、2人転売ですか。そうですね、2人チーマン転売、ね、チーマンで、はい、だから白川が おっと出なくてよくなった。あ、これ出ないですね。今度スワンコになったよ、はい、これスワンコありますかね。いや、あるかどうかわかんないけどさ、スーソーは、スーソーは1枚持たれてますね。スーソーが1枚、ないんだよね、1枚切れて、はい、うん、お、リュウハが泣くか、泣きます、泣いて嘘だよね。で、そうですね、三層換されてるので、うん、嘘するしかないね、はい、うん、これで3万と数層のシャンポンです ね、うん、3万も、あ、枯れてます、あの1枚切れの1枚持たれてますね。これ全員上がれないですね。全員上がれないの。全員転廃止まりです。転廃止まり、はい、もうそれ分かってんの。はい、もうちょっと自信あるも、自信あります。間違いない、間違いないです。間違ったらどうする。え、ま、え、どうしましょう。間違ったらどうする。誰かが間違って何かで言ったのか。多分ちょっとプロなんでありえないかと、うん、ね、はい、うん、おチートイズになってるね。そうですね、でも、ただ、うん、あ、でも全然チートイズは遠いけどね、遠いですね、うん、何切るかな。ファーピンぐらい切るのか、4か、スーピンも通ってるか、うん、3人転廃で両極が濃厚です ね、うん、ね、ここもいい手になってるんだけどね、はい、E1 入ると一番ね、多分 E1 入るとリーチ打ちそうですよね、うん、ジャンプ的に。ああ、そうなの、うん、かなり攻撃型なんで、ね、ただ G1 がドラ表示牌でね、ただ捨て合い的にはそんなにあるじゃないんだけど、はい、真ん中がやっぱりたくさん切れてるからね。そうですね、ドラのそばだからちょっと難しいよね、はい、あのマルちゃんも手作るよね、しっかり ね、 そうですね。 これどうしますかね。パワーターンキーに受ける、でローワン切ってパワーワン受ける手がある、はい、受けた、受けたけどパワーワンも、パワーワンもいないですね、うん、泣いて切っていいじゃんっていうのね、はい、うん、もうみんなでこう殺し合ってるから、うん、ね、あ、ここでヤーワンで受けた、振り点だ、ダメだね、振り点だね、はい、うん、クルミプロが頑張れば4人転廃になるかもしれないね、はい、ここで、うん、で、まあしょうがないね。なんかみんなしっかり打ってるじゃん。そうですね。ね。なるほどね。はい、これが配定配です。ああ、E1 どうですかね。E1 はね、損牌ですね、これ。いや、E1 はね、例えばね、ちょっと嫌な牌でね、はい、ドラが、あの、アトドラリアンマンになったりしてさ、はい、ね、ただもう。ある程度行かなきゃっていうことだよね。高宮プロにがウーアン切ってて椅子はあるかもしれないぐらいでね、はい、あの
白川プロはね、あのスワンズが9点からね、はい、マージャンファイトクラブルールなので上がりレンチャンだからね。あ、そうですね、うん、親が流れてトン2局、ね、1本場になります。高宮、プロが親だね。はい、そこが痛いのよ、マージャンファイトクラブルールはね、上がらないといけないから。そうなんですよね。だからあんまり高い手に、ね、なってね、はい、その待ちが苦しくなっちゃうと ね、はい、ね、やっぱり今みたいなことがあるんだよね。やっぱ親番を続行するためにはリーチをしない。ただリーチもしなければいけないんだけど、はい、ね、リーチはしなきゃいけないんだけど、やっぱりほらかなり自信のあるリーチしかさ、リーチをするようにしないとさ、はい、ね、うん、手は悪くないね。そうですね、なんか全体的に悪くない、ね、全体的に、はい、うん、持ってる4人なので、まあ、あの1位から4位の方たちですから、はい、ね、生まれ持ったものが多分違うので、いやいや、やっぱりね、1、2、3、4になってるんだから、それなりにね、はい、うん、なんか美しく生まれただけでも持ってますよね、みんな。うん、まあね、うん、うん、いや、宮下さん持ってないみたいじゃん。え、いや、ちょっとだけ持ってるかもしれない。え、ちょっと持ってる、持ってる、分かんないです。いや、持ってない、すいません、本当すいません。いやいや、そんなことないよ、やっぱね、はい、やっぱりこう人気があるんだから、それはみんなね、うん、まあ麻雀の世界とはいえさ、やっぱり多少何かないとね、はい、やっていけないんじゃないの。あ、なんか天は最近産物与えるって言われてるみたいですね。まあ、例えば芸能人の人なんかが麻雀やった時にやっぱ手が良かったりするんだよね。そうですよね、あれが不思議なんだけど、はい、なんかね、やっぱり、あ、この人たち違うなっていうふうに思うんだけど、思いますね。麻雀プロじゃちょっとね、そこまで追いつかない、芸能人のトップには太刀打ちできない、うん、もう手が違う、うん、長くやってればなんとかなるけどね。ローピンが完工になりました、うん、なんかちょっとあんことか多いですね。あんこ多かったからね、はい、ここがこう1、2、3、3色見てますね、うん、1、2、3、1を見てるね、はい、これパイが斜めになってる、ちょっとパイが斜めに置いてるからね、きっと、ね、そうですね、これは斜めになってますね。まっすぐしてもらった方が見てもらいやすいかな、はい、ね、はい、ドラのパーマンがまだ1枚も見えてないですね。それでここでイシャンテ、はい、ね、白切って、はい、イシャンテですね。スーマン、うん、言わんか、ミサシの三色本線に、ね、単位をつけた方が得だからね。そうですね、うん、お、テンパイですね。カンリャンマンです。カンリャンマンだからね、はい、まあ、ドラがパーマンなんでチーマン引きが相当いいですからね、まあ、はい、うん、なんかみんな引くね、いいところ、うん、ね、ここも悪くないしさ、はい、ね、お、泣いた、うんうん、なるほどね、うん、なるほどね、はい、差し子で泣いてね、ドラを使いながらね、二差しも見せないみたいなさ、はい、ね、うん、なるほどね。チーマン、これは9万。ルミちゃんなんかほら、そんなに泣く方じゃないから、そうですね、今なんか泣かれちゃうとちょっと気になるね、はい、あ、なんだろうっていう、ね、割と面前で高い手作る方だから、はい、うん、ドラが今1番だから 1枚しかないからね。そうですね、うん、まあ、こうローアン決めるっていう手がね、ローアン切ってウッパーワンですね、通常はね、はい、ローアン切ってウッパーワン、ドラのマッチを決めて、はい、ね、流派が場に1枚切れてるだけだね。流派の根底も取れる形ですね、うん、あ、今ね、2、4に5引いたから2が出てね、はい、うん、2、6ですかね。そうですね、白ドラ1でね、はい、2、6は2900ね、はい、ルミプロから、うん、まあそんなに対応の高い手ではないから、はい、ただあのカンリアンマンが上がれたんだけど、はい、あれはね、カンリアンマン上がれるよりね、例えばもう待ち変化してほしいよね。リーチ打ちたいじゃない。だからあれが26ぐらいだとほら、はい、勝負に勝てるかっていうと難しいじゃない。うん、あれが満貫ぐらいになればいいんだけどさ、はい、ね、だから打った方もそんなに痛くないんで、あれはね、自分の手がまあすごく高い時はちょっと痛いけど、はい、まあ、そんなに高くないからね。じゃ今の方じはあまり気にしなくていい。まああまり気にする必要ないね、はい、うん。ただ上がれた人にとっては一応上がれたわけだからね、悪くはないんだけど、ただちょっと納得いかない。
あれなんだよ、あれ。あれだったらもうどっちか言っても見逃してね、はい、例えばもう早いね、手がね、医者なんだよ、すごいすごいですね、うん、これ例えば見逃して高くしたいぐらいの手なのよ、はい、だけどまあそれも甘くね、甘さにつながるからさ、はい、上がらざるを得ないんだろうけどね、えあんなの上がらないでね、ひどい目にあったら大変なことになっちゃうの。そうですね、勘違いもしましたね。勘違いいいとこだね、はい、すごいですね、みんな、うん、トン3曲、親番は秋プロ、ドラが3層です。しょうがないね、はい、なんかもうすごいですね、みんななんかさ、手がさ、これ手がぶつかりますね。僕らなんか麻雀やっててもこんないい手は見えないんだけどな。いや、若さじゃないですか、これは。お、スワン切ったね。うん、なるほどね。あのね、ドラが3層なんですよ、はい、だから想像のところを445で例えば切ってね、はい、1メンツに考えるか、あそこをなんとか2メンツにするとかさ、ピンズを伸ばして想像2メンツという計算もあるのよ。例えば、はい、3層持ってきて中腕切ってもう1回3層持ってくるって言ったら、ね、はい、ちょっとまあ手が出たらあれなんですけど、はい、だからそれを三式の方に持っていくか ね、はい、うん、今度は変えるかもしれないよ。うん、分からなかったね、これ3層持ってきてもう1枚3層持ってきたみたいなね、はい、そういう風な方面ですね、手の作り方がね、うん、あ、ワンサンも引きました、うん、どんどんカンちゃんが埋まっていきますね。赤ウーピンが今あるからね、あれだけど、はい、なんか本一なんかも十分狙いそうな手の形だよね、はい、これ秋プロの手牌はテンパったらリーチ打ちますか、親なんですけど、まあ、ここのちょっと画面でいこうか、はい、このルミプロの今手が出てね、はい、ちょっと秋プロの手が出るか、まあ、秋プロの手はもう当然リーチの手だよね、うん、うん、さっき言った両面系のイシャンテンだったよね、はい、ここは親番入れよりも勝負に出る感じですか？あ、ここ、はい、あの上がりレンジですかね。いや、あそこはあのぐらいはいかないとしょうがないでしょ。はい、うん、何でもかんでもダマ点っていうわけにいかないからね。やっぱりあのマージャンファイトクラブの場合高打点結構出るから、はい、そうですね、ね、やっぱりそれをダマ点ダマ点でね、安い点上がっててもダメだから、はい、やっぱり行くとか行かないといけないね。ただちょっとシャンテンが長いね。長いですね。街、ね、はたくさんあるんだけど、ただ想像に方、はい、あの全部いっちゃってるからね。はい、その間にちょっと自分の手がすごく早いんだけど、はい、ちょっとこうもたもたしてるうちに追いつかれちゃうのは嫌だよな。そうですね、こういうパターン嫌なんだよ。嫌ですね。うん、なかなかテンパはしないっていう。やっとテンパった頃、方中にもありそうですもんね。うん、そうですね。他の人のがどんどんね、ここが、はい、ここいいあのウパーピン3品のね、ウパーピン3品の形だね。はい、ここね、イコンスイション点、あ、これテンパイですね。テンパイなんだけど、はい、ね、これ4打たれちゃうでしょ、はい、ね、これは上がれません、逆、ね、なしですね、うん、まあもちろんリーチをかけるのも難しいんだけど、はい、うん、まあ飛車とプロとかだとリーチっぽいですけどね。飛車ととかね、前原くん、前ちゃんとかはね、ああいうチームガラクタ系はね、はい、あれちょっとつもぎりが続くとリーチ打ったりするのよ、うん、ね、うん、だから上がる可能性はありますよ、うん、これ以上待つよりはリーチでいこうっていうね、うん、その辺の感覚はやっぱりあれはちょっとすごいからね。なんかイーシャンテン系がいい形なんだけど、なかなかだね。そうですね、ここ本一つ、ね、けたんだよね、はい、うん、元々本一狙える手だったから、なんかいまいちあれだね。そうですね、なんかもうあきちゃんが、うん、ここがね、テンパイしてリーチかけるといろいろ面白くなるんだよね。そうですね、うん、ここも十分系なのでなかなか引かないですね。ね、なんかこうマージャンってね、はい、こういう展開になってくるとなんかだれてくるんだよね。そうですね。なんかだからなかなかテンパイしないっていう、やっぱり誰かがこう戦うというかさ、うん、ね、誰かが襲いかかってきて殴り合うとかさ、はい、そういう風になると面白いね。うん、ここが伸びないじゃない。じゃあ例えばこのアキちゃんのような状態の時に、例えば先にリーチかかったらどうするかっていうことなんだよ、はい、そうですね、ただこの、うん、もう今の時点でリアンソが4枚場に見えちゃってるんですよ。あ、ウソも2枚切られてて、ね、ちょっと厳しいかな、うん、厳しいね、さすがにね、はい、うん、それもあるし、あ、これこうなってもうテンパイですね、これリアンソダメでしょ。そうですね、そうだね、ドラ短期にした、さすがね、もうちょっとリアンソないもんね、はい、うん、しかも 赤ウソまで切られてる。これはもう あれですよ、もうとにかくもうダメでもともとというね、はい、そうですね、うん、でもこう意外と山に2枚残ってます。山荘はこちらかのところ1枚あるけど、はい、ただこれはチートイツいってるからね、うん、ただ捨て牌がちょっとよくわかんないからね、はい、うん、そうですね、もう第一が数層なんで、うん、で今手出し数層なんでちょっと気持ち悪いは気持ち悪いですね。気持ち悪いですね、なんかよくわかんないっていうさ、はい、
ここが。ここもずっとイーシャンテンが長かったんですよね。ここもね。はい。イーシャンテン長くてもあんまりいける感じではないから、どうするかね。で自分で数万2枚切ってるし。おりましたね。はい。うん、まあ、これは積もるかどうかなだけなのかな。そうですね。ね、打つ人はとてもいるとは思えないからね。まだ2枚います。ただ親でさ、この手はちょっと嫌だったな、はい、あんなに早いさ。そうですね。ハイパイシャンテンですからね。もう勝ったかと思ったらさ、こんなの伸び、はい、長引いちゃってさ、ね。で結果ドラ短期の天敗になってしまう。うん、天敗になっても。上がり連ちゃんだからさ、そうなんです ね、親としてはさ、もうしょうがないリーチ打った、思い切ってリーチ打ったんだけど、ちょっと流れそうだよね、はい、うん、あと1枚ですね、三層はなんかどうなるかね、なんかあんまりこうバーンとこう女の戦いが見れないねなんか女の意地の張り合いじゃないけどでもなんかそのうち見れそうじゃないですか。見れるよね、そのうちね、はい、うん、まあね、投票選抜戦でね、はい、白川プロが1位になってね、はい、うん、高宮プロが2位になってさ、はい、お、高天杯入ったよ。そうですね、うん、うまく回ってね、うん、はい、ローピンを切りましたね、はい、現物のローピンを切って換算ピンに受けました、うん、これでちょっと上がりがあるかもしれないね。三ピンどうなってっかな。三ピンまだありそうだしね。まあ、そうです、まだありますね、うん、お、リーチ打ったぞ、換算ピン行ったぞ、ね、高宮周りプロ換算ピンリーチ打った、男らしい、急に。あー、これで。プロがレミプロね、はい、うん。いいや、おー、ドラが3つあるよ。おー、7700点。なんと。ねえ。それやっぱね、あの酸素短期がもう苦し紛れになるから、やっぱそれだけ状態が悪いから今みたいにやられちゃうんだよね。はい、ただもうあれは向かっていくしかね。あれで降りるわけにいかないからさ。リーチをしない。ヤウンソウはどうなんですかね。それもないでしょう。それもないですか。うん、ヤウンソウもほとんどなかったからさ。まあ、6枚見えてましたからね、うん。だからあれも結局上がれないだろうからさ。まあ、一応その後1枚切れてるんですけど。あ、1枚切れたっけ、その後は。はい、そうか。だから、もし行くとすると、酸素短期にしないで他の町にしてね、うん、変化させていくぐらいの。一旦数層切って町帰っていう、ね。そうそうそう。それはあるけど、はい、もう、かなり遅かったしね。そうですね。相撲も良くなかったから、はい、もうこれ行かなきゃダメだと思ったんだね。だから判断間違ってないと思うんだけどね、はい、ただ麻雀勝負だからさ、どうしたってね、悪い方に出ることはあるから、はい、まああれはあれで仕方ないなって考えなきゃいけないかな。はい、トン4局、親はルミプロでドラがローマンです。いは、ね、はい、今 E1 から切ったんだけど、はい、ね、チャンタがあったからどうだったかな。チャンタ、うん、あ、そうですね、純ちゃんになる手配だったからさ、はい、そうですね、いや、おかしくそんなにひどいあれじゃないんだけど、はい、ただ E1 から切ってると数万切りでもありですね、うん、E1 から切ってるとね、ちょっとおとなしい姿勢になる ね、おっと引くね、そっちに一色いっちゃうのもね、染めてですね、染めちゃうかもしれない、はい、まあ、高宮プロも大型なんで染め手が大好き、うん、いや結構ね、それで手厚作りするんだよね。そうですね、うん、はい、だから結構ねいいとこありますよ、うん、ね、モンドも優勝してさ、そうですね、見応えありますね、決勝戦でやられたんでしょ、はい、あっさりやられました2連勝されましたね、はい、うん、ちょっと初出場でさ、はい、パッと勝っちゃうんだから、ちょっと太いものがあるよね、やっぱ持ってますよね、うん、太いものがあるな、スター性あるなと思います、うん、ねえ、その辺もちょっと負けてられませんね、あまり気にすることはないか、そうですね、ね、多分若い人は若い人で育ってくれればいいわ、はい、いいからね、はい、うん、一応ベテランはもうベテランだね、宮内プロ、なんかベテランって言われてますね最近ベテランって言われてるの言われてますね、もうこっちも超ベテランなんだろうけどさ、はい、多少の三色が見えます。ね、三ピン切って、はい、これ一番うまい打ち方ね。はい。うん、お、こっちも悪くない。うん。ちゃんもいいね。いいですね。うん、この親ちょっと希望が持てるよな。あ、ここどうするかな。ここなドラがローワンなんだよね。ドラローワンです。パワー先に切っちゃえばいいのね。お、引くね。すごい。伸びるね。うん。
鎮痛にしてさ、しかもね、鎮痛でもね、町がね、難しくなさそうな鎮痛だからさ。あ、助かります。助かるよね。はい。町が難しい鎮痛ちょっと嫌だよね。嫌ですね。間違えたらどうしようって思っちゃう、ね。はい、テレビで間違えたらもうどうしようもないな。テレビで間違ったらもうちょっと再起不能になっちゃう。そうなんですよ。だからどっちか言って、あの、だったら来ない方がいいと思う。そうですね、思います。年取るとそういうこと思うんだよね。とか泣いちゃおうかなとか。あ、そうかそうか、間違えないよね。はい。ある程度ね、やってるとね、間違いないんだけど、はい、やっぱね、あの、年取ってきてね、対戦数が減ってくるとね、なんとなくだんだん衰えますね。その辺はね。そうですね、それはどうしてもそうなりますよね。うん、そうだと思います。だからもう、おっと、あ、テンパイですね。イースーマン、これリーチ打っちゃえばいいんじゃない？ドラを切って、うんね、しょうがない、これはね。リーチピンフのイースーマン待ちです。ただイースーマンがね、ちょっと薄いんだよね。E1 が3枚切れててね。はい、うん、スーマンが1枚切れてます。うん、だけどまあいいんじゃない、これぐらいでリーチ。そうですね。うん、2人に2枚持たれてあれ。ただまあ上がりレンちゃんだから黙ってる手もあるけどね。はい。うん、お、いいシャンテンだぞ。逆襲食いそうだなこれ。そうですね、うん、残り余り2枚ですから ね、スーマンは、うん、そしたらこれ今アキプロがね、今、お、引くね、いけ、あー、あこれしょうがないな。しょうがないですね。いけとか言ってるから、そりゃしょうがないな、うん、はい、メンピン、ウライチの5800点、ね、まあ、初めての親番続行ですね。危ないんだけどさ、はい、危ないんだけど、もう手が手だからね。そうですね、思い切っていくしかないからさ、はい、なんかどっちか言って危ない方から切った感じだった今ね、はい、だってイスワンの方が危ないのにさ、行くなら4からっていう、はい、あの、まあ、他の人のテンパイ、うん、数万が当たるよりいいですね。いや、だから思い切りがいいよ。そうです ね、はい、だから今の例えばウーアンスーアンっていう打ち方もあるけど、うん、もうこの手になったら行くぞっていう、はい、だったら危ない方から切っていこうっていう方がね、はい、それがどう考えて打ってるのかよく分かんないんだけどさ、何気なく打ってるのかよく分かんないんだけど、なんかさ、はい、あの高宮プロってなんかぼーっとしてる風に見えない？見えますね。あ、でも意外としっかりしてますよ。しっかりしてるんだよね、結構ね、はい、話すと、うん、そうだよね。なんか結構頭いいみたいですよ。あ、そうなんだ、はい、へー、そうなんだっていうのおかしい。いや、そうかもしれないんだよね、はい、結構ねしっかりしてるのよ。なんか東大受けようと思ってたって。嘘、いや本当です。なんで多分本当に、はい、結構賢い方なのかと。あ、そうなんだ、はい、へえ、そんなクラスなの。まあ受けようと思う時点で賢いですよね。受けようと思うだけで、はい、受けようとも思わないですもんね、東大。あ、まあ、ね、絶対入れないものは受けないじゃないですか。まあね、うん、そうなんだ。はい、まあ、マリちゃんはちょっとすごいかもしれない。はい、実は超賢いかも。うん、そうか。白川はね、早稲田で、ね。そうですね。まあ、も白川も頭弱くないよ。はい。うん、この二人も、この兄弟も頭いいよな。そうですね。二人とも。うん、ドラガーさんはそうなんだよね。うん、ねえ。はい。まあ、一品ぐらい切っとけば。ね。うん、お、ルミちゃん34,500か、うん、トーン4曲1本場ですね。やっぱさ、はい、この4人でジャン力で言えばさ、やっぱりね、アキルミノが圧倒的に、まあ、ね、まだまだ上なわけだからさ、はい、ねえ、お、カンドチーピン引きましたね。たいいシャンテンの形です。パースを切るのか、スースを切るのか、はい、ねえ、ローソー切るのか、まあ、あの辺だよ、ソーズシカハラでもないか、ね、どれ切るかな。ローソーぐらい切ってローですか、ね、リーチかけてさ、はい、でヤンソーでリーチ打っちゃおうっていうぐらいでさ、はい、もうその前にスーマン引いたらいいなみたいな感じです ね、それとまあドラ持ってくればいいんだけど、はい、もうあんまり難しい形で受けるよりはさ、はい、まあ、ドラ意識しないで、あの、柔らかくね、打とうっていう風な考えの方がいいだろうね、はい。アキプロは割とそういう、ね、傾向にあるよね、はい、あんまりこう難しく難しくしないでさ、なんか教科書みたいな麻雀打つなって思うんですけど、そうだよね、はい、うん、手作りなんかはそういう感じだね、はい、うん、あとはね、その結構ズーズーしさが出たりさ、うんうんうん、してくると全然違 う、 そうです、ね、もっとね、やっぱり強い牌をもっと切れるようになると違うんだけど、はい、まあその辺もね、だいぶここをやっぱり休んでる間にね、随分あの休んでるもんだから、ほら仕事がないからね、麻雀なんかやってたりしたのよ、はいはいはい、そうするとそういう時にさ、勉強会なんかにも来たりしてさ、はい、
うん、だいぶ変わってくると思うけどね。うん、いやなんかすでにちょっとあの、うん、最近ね、体調来た感じ違いますけどね、パワフルになってきてると思う、はい、ただちょっと引きがいまいちだね、この形までになるんだけど、はい、イーシャンテン系からさ、手がのあのよくいわゆるイーシャンテン地獄っていうやつに、小島先生とか一番嫌いますよね。やっぱイーシャンテンが長いのはね、はい、いや誰が嫌い、誰でも嫌いよ。イーシャンテンが長いのは良くないよ。はい、うん、イーシャンテンが長い時は降りろってよく言われます。そうそうそう、それは本当、はい、イーシャンテン長い時はやめた方が硬い。ね、これどうする？で、ね、もうちょっと本質がさ、そうですね。ただ本質好きなんだよ。はい。手役大好きですからね、うん、ルミちゃん。ただちょっとさすがにさ、トン切っとくか。行ったよ、行きました ね、うん、ちょっと、まあ、それが、まあ、持ち味でもあるよね、はい、うん、たださすがにちょっと遅いけど、他の進行状態がどうかだよね、うん、うそ、うん、目いっぱい広げちゃったね、コロチとか見てさ、コロチですね、うん、はい、ね、ここもね、どっかでねドラ切っといた方がいいよ、もううん、危ないんだ、うん、そろそろね。で、あの自分がリアウソで的をあの辺がどこどこ切られちゃったりさ、ほら、嘘切られたりさ、はい、あ、そうですね、これでだからあの、まあ、極端に言うとドラをもう残してスースを切るとかさ、はい、だからそうするとなんか恨めったりするしさ、もう状態が良くない今の、ね、あのアキちゃんの状態自体がね、はい、うん、その辺の問題だよね。ここで広げるね、いっぱいいくね、はい、もう手厚、うん、ね、ただこれほら、あ、リッチですね、もうパーソがないのよ、はい、パーソがないからね、リアンソで受けるしかないよね、うん、4枚見えてるリアンソです。ただドラ切りだからさ、はい、そこをどう読んでくれるかだね。ドラを切るぐらいでドラ切ってリアンソがあるかなっていう考えもあるからね、うん、ただリアンソ薄いね、リアンソゼロでしょ。ゼロですか、うん、マニは、ね、あれ一枚、リアンソゼロのね、嘘がね、嘘が1枚ぐらいどっかにあるかな、まだ嘘が1枚、山にありますね、山に1枚だけあるからね、はい、でもあの高宮プロのとこから嘘が出る形じゃないからさ、はい、お、ここでどうなんだ、お、小さいった、うん、スースー通ったっけ、まあ、嘘があるからな、嘘出てるから、はい、あ、ここがほら天敗だぞ、サブローワンだぞ、サブローワン、うん、打つのは妹さんしかいないよ。アキちゃんしかいないぞ、打つの、うん、これだとね、他の人はマンズ切らないからさね、468の形のカンチーソーが勝ちだったね、想像の33、34688のね、8切ってね、はい、両関係に受けて勘違いそうは勝ちだったかもしれないね、うん、ドラを使う形で、うん、ねえ、アキちゃん打った、はい、打ちました、ね、まあ、やっぱ状態の差が、ね、はい、5800は6100点の出上がりです。モヤ盤続行しますね、するね、ただあのさっきの方でさ334688の時にさ、はい、8切ってと、はいはいはい、どうしても悪い方選んじゃうんだよ、うん、要するに形悪いよりもドラ切ってでも行こうと思っちゃうところでさ、やっぱりドラ絶対切らないっていうと3、4、6、8、8から8なんだけどさ、はい、もうちょっとこれ上がり取りに行ってドラ切ってもいいやっていう気持ちがあってさ、それも間違ってないわけだけど、やっぱり結果悪い方に行っちゃってるね、はい、うん、トーン4局日本馬ドラがシャーです、マジャーファイトクラブはですね、あの、はい、飛びがあるんですけども、はいはいはい、今日は皆さん大丈夫です、飛びありませんから、はい、今回最後まで、はい、ね、で結構ねこれ、はい、しっかりしたあれになってる、あのしっかりと じっくり長い長い感じになってるんだけど、はい、で最初トンプでやろうかなんていう話も ね、 あってね、はい、でトンプだとすぐ終わっちゃうから、じゃあトンナンでやろうかっていうんでね、はい、みんなでトンナンでやってくれてるんですけどね、飛んだにした途端なんかどんどんどんなんか結構長くなってきたね。そうです ね、 ね、まあ飛んだすではあるけどね、ちょっとアキちゃんに頑張ってほしいね、はい、うん、ただ今日こうやって見てる限りで高宮プロがやっぱり大物狙いだよね。そうですね、うん、まあちょっと、うん、小島先生を匂わせる手段ですね。そうはい、なんかそうか、女小島武雄か、はい、うん、
いや結構ね、いい感じでね、うん、大きな点狙うよ。そうですね、うん、どっしりしてるよ、麻雀が結構ね、はい、うん、見た目とちょっと違ってさ、うんうん、ギャップ萌えですね。あ、そういう感じなんだ、はい、あ、なるほどね。お、ここがイーシャンテンですね、うん、イーシャンテンだね。ここは手は悪くないんだけど、手が伸びないからさ、危ないよこれ。一番ちょっと悪いんじゃないですか、うん、危ないよね、うん、だからもうあんまり無理できないよ、はい、うん、なんか降りるにも忍びないし、行くと打っちゃうし、いやいや難しいんだよ、はい、でその割に手がまあそこそこ良かったりするからさ、ね、手の形悪くないから行っちゃう、はい、ね、行くとやられるっていうパターンだよね、はい、一番点数が減る状態ですね、うん、これもほらだから、うん、まあ、ウアも処理して、まあ、ドラがシャーだからね、はい、シャーも残っちゃうんだけど、どうもこう手の形がバランス悪いよね、うん、転敗しました。感動金ですね。手代わり待ちです。あ、手広くなってね、うん、あ、手広くか、いや、手広くなったんだよね、待ちがいっぱい。マージャンって基本的に手が広くならないとさ、はい、ね、上がりにならないから、なかなか。それからついてくるとどんどんね、手が広がる手になるし、はい、ついてないと広がらない手になるし、うん、うん、どうかな。6色の3色諦めましたね、まあ、ね、はい、うん、でだからここもね、結局決めづらいわけよ、はい、3層の受け入れもあるしさ、ね、だからどうしても手を広くしちゃう、うん、そうするとリーチが入る、はい、で向かって切るのがない、向かってくっていう、はい、ね、おっとテンパイだね、テンパイ、うん、これでリーチだね、そうです、うん、さあドラはないですけどね、はい、うん、3層側に2枚切れてて、リャンスちょっといい感じなんだけど、はい、で、ここの秋プロのところにね、244ってあるわけですよ。で、ただ5はあんこなんだけど、はい、ね、だから2が余る形がありそうかな。そうですね。これで、これチーピン切って。どうしますかね。いや、もうこれはもう、これは思い切っていかなきゃ。こんなもう、なんかリーチならリーチでも構わないから、赤ウピなんだから。あ、そうそうそう。リーチですね。よし。こういうような形にならないとさ。リーチ、白、赤。ね、いや、一発だよ、ほら。おね、オッケー。ね、あ、裏が乗って、漫画ですね。一発、白、ドラドラ。はい。ね、漫画だね。はい。あんなのもたもたしてさ、はい、万が一白打って貫禄ピンなんかで受けてたらさ、ひどいことになる。そうですね。もう宮崎プロはもう絶対チーピンも、まあ、何の迷いもなくチーピン切っていいんだもんね。チーピン切ってるですね、はい。宮崎プロの前ではもうほんとそれだもんね。思い切りがいいタイプなんで。よく言えばね。よく言えば。悪く言えば 何でも切るなみたいな。いや、そんなことないですよ。結構ピヨピヨする時も。ピヨピヨっていうのは何？ピヨピヨっていうのは、こうなんかちょっと、あ、どうしようどうしようみたいな、ちょっと。それをピヨピヨって言うんだ。はい、ピヨピヨって言います。それは麻雀界だけの話？麻雀界だけですね、多分。でも結構そうなんです、巷では噂のピヨピヨ。ピヨピヨ麻雀。ピヨピヨ麻雀、はい。そうなんだ。何入しました。親が白川プロです。白川も一回上がったからちょっとホッとしてんじゃないの。はい、ね、またピンズの本一が、はい、もう思い切っていっちゃい。だってね、赤ウピン2枚あるからさ。そうです ね, ここピンズの本一はちょっと、ピンズの一色は結構心強い、怖いですよね。お、お、手がいい、はい、うん、手がいいぞ、うん、アキちゃん手がいいんだよ、悪くないんだよ。そうなんですね。ただほら伸びないから、うん、お、E1 の切り方が上品。あんまり派手な采配にしない。うん、なるほど。手がどんどん広がっちゃうじゃん。で、トンなんだよね。うん、安全牌全く持てない形になるんだよ。だからいいような悪いようなさ、手の形はいいんだけど、ね、手の進行が悪いからさ、きついね。はい。ねえ、うん。高宮がちょっと悪いですか。まあね、今ちょっと漫画打っちゃったし、まあしょうがないね。はい、これ1、3、5が難しいんだ。うん、1でいいんだけど、うん、ね、うん、そっちはいいんだけど、1切ったら今度2が来るとかなっちゃう、うん、でも数案がドラだからさ、ね、3-5 でさ、もう決めてもよかったかもしれないね、はい、ただなんかやることなすことが悪い方に行きそうな気がしちゃってね、はい、悩んじゃないのそれで、うん、ね、これほら、そうですね、3ピン置いといたら結構いい形でしたね、また違った形なんだけど、はい、ちょっとしたねことでさ、うん、手の伸びがどうなるかってみたいなね。そうですね、うん、そんなにこう間違ってるわけじゃないんだけど、ちょっと悪い方に悪い方に行っちゃうみたいなさ、
やっぱルミプロとかは欲しい牌がすんなりきますもんね。これだって例えばの話、もう例えばパーピン決め切って決めちゃうとかさ、はい、ね、フスフス入ったらあのメンツになるしさ、はい、だからもうパーピンさえ切っとけば単野を確定してさ、はい、ね、その方がちょっとまあ高い手にもなりやすいし、マッチも、まあ、9ピンさえ諦めればいいみたいなね。これを今スースー諦めた形になってる。これはいいんじゃないですか、うん、ドラの数万を引き入れて、イーシャンテンができました。はい、うん、少しずつ、うん、育ってますね。少しずつローピン引き、うん、ちょっとなんかおっとっとっと、ちょまんずが伸びちゃったんだよな。うん、うん、だからこの辺がさ、例えばパーピンなんかを先にサクッて切れると、はい、手に余裕があるんでね。そうですね、うん、ヤンパーマの毛が残ってましたね、うん、そうするとその辺のあきちゃんなんかは手の形にどうしてもこうよりこう効率のいい形に使用しようとするんだよね、はい、だから効率のいい形に、うん、ここもね結局そうなっちゃうんだけど、はい、効率いい形にするのと手を高くしながら伸ばしていくっていうところにさ、ちょっとこう麻雀のこうなんていうのかな、ただ数字合わせではないっていうところがあるのよね、はい、ただ単にその街を広げていけばいいのかっていうとちょっと違ってさ、やっぱこう手が伸びるときにどう伸ばすかみたいなね、はい、手を高く伸ばすみたいなさ打ち方がどうしても麻雀には求められるんだよね。その辺ができるはずなんだけど、やっぱちょっとしたことがね、はい、一つのやっぱりこう選択ミスでさ悪い方に行っちゃうね、麻雀がね。特になんかこう点数がなくなるとそうなりがちですよね、うん、まあ、そういうこともあるね、はい、うん、ここはメンホチートにしちゃってるね、うん、だからこの辺の3もこれもねちょっとずれちゃってんだよ、はい、ちょっとだから最初の E1 切ってると多分ほとんどずれないんだよ、あれ3ピン残ってさ、あ、そうですね、うん、3、2、5がくっついたりしてさ、はい、そうすると3、5は残すからさ、はい、そうするとパーピンとかも切りやすくなるし、はい、ね、そうすると、うん、そうするとテンパしてる可能性があるんだよね。おっと、3、あ、なんかあ、この何どうだったかな、うん、あ、でも2枚切れですね、うん、そうなんだけど、はい、2枚切れではあるけどさ、まあ、確かに山にそうですよね、狙うってもあったよね、はい、メンホンチートのイーシャンテンだったらさ、おっと、おっとなんだけどさ、メンホンもイーシャンテン、ね、うん、まあメンホンチートもメンホンもイーシャンテンなんだけど、はいはい、うん、うん、まあ一応振り点だね、はい、しましたね、サブローピン、でも積もったらハネマンからですね、積もったらハネマンから、はい、メンピン積もドラさん、あ、サブローピン残ってるの、ローピンが0か3ピンか、はい、3ピン2枚いますね、1枚ぐらい残ってない、1枚ぐらいじゃない、2枚も残ってる、はい、2枚残ってますね、1枚切ってるじゃんだ、はい、場に1枚と手に1枚持たれてて、はい、ね、一発積もったりしてありますよね、中に、はい、ね、なんです、ただ本人はもうこれ諦めてるよ、そうですね、だってもう結構失敗しちゃったって思ってるからね、うん、まあ、1回上がりの手順もありましたから ね、うん、手順というか、まあ、上がれた方向があったからね、はい、うん、うん、これもあんまり行くところではない、トーンもあるね、高宮プロ前に比べてちょっと顔が、わ、すごい、おただいま3600ですね、恥ずかしながら3600 いやね、なんかいいものだけど全然違うね、はい、うん、あれこれでどうなった、いや全然わかんないですね、うん、3人ルミちゃんが一番トップなんだろうけど、はい、アクちゃんが 22,200 まで復活してきたね、もう全然、はい、あります、ね、ここの親番が落ちると高宮プロは厳しいです、うん、何2局ドラが3万です、
高宮プロ前に比べてなんかちょっと顔が細くなった感じしない？そうですか、そんなことない？前もうちょっと丸かったような気がしたんだけど、そうでしたっけ、そんなことないかな、顔つきがさ、あんまり気づかないです、ね、大人になってきたのかも。だって元々大人でしょう。そうですか、そう大人になってきたっていう、お、国士か、二重そこそこは大人じゃないです。あ、そうなんだ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9種あるね、はい、流せます、うん、流さないでやってそれはちょっとどうですかね本人の、あ、やりましたね、たこし、麻雀ファイトクラブでね、はい、やっぱり、ね、3人麻雀は役満いっぱい上がる。いや3人麻雀は本当九死九敗、流さない方がいいですよね、うん、そうなんだよね、本当上がれます。この間ちょっと失敗したんだよファイトクラブでね、はい、あのね早い順目にね国士転敗したのよ、はいはいはい、そしたらオートにしちゃってたのよ、はい、そしたら積もってパッと上がっちゃったら、あーと思ってさ、え、どういうことですか、いやなんか13メンチャーにしてリーチかけたら倍じゃん、あーね、なるほど、13メンチャーにリーチかけて1回それやりたかったのよ、はいはいはい、だけどついオートになってたのよ、はい、ね、すぐどうせすぐ出ないだろうとか思ったらパシッと積もっちゃった、テンパイパッと積もっちゃった70名ぐらいに、あたたたたたた、役満じゃ納得できないぞみたいな、いや確かにそれやりたいですね、うん、13名それ滝沢が前にそれね大会の時にやってね、はい、親でやって9万6000ぐらい回ってる、いや楽しい、そういうことなのよ、で僕それを1回やってみたいなと思ってこの間チャンスだったにもかかわらずオートにしといたもんだからさ、失敗、ビシッと積もられちゃってさ、それあのモニターで見たかったですね、それで3万2000だけど、はい、トップになれなかった、え、そうなんだ、って3万2000じゃ3人マージャントップになれないで、3万2000、ね、6万4000だともうとんで割りだったんだけど、3万2000だったからさダメだったから、だからあれ一回やりたいと思います、そうですね、あのファイトクラブファンの人ぜひそれやってくださいね、やりたいね、やりたいですね、うん、あれ気持ちいいよ、そしてあのモニターで流してほしいですね、あ、そうだね、パイフ、うん、そうだね、さあなんと国士今何シャンテン、これ3シャンテンは間違いないね、これ、うん、あのスーパーね早くどんどん処理しないとさ、はい、ただどっちか分かんないね、まあ、バンズしか切れてないからね、うん、うん、ピンズかもしれないからね、ピンズの方にまだ見えるから、まあ、あんだけちょっとマンズの血が切られると、いやそうだけどやっぱりピンズかもしれないっていうのはなくはないわけだから、ここがリアンシャンテンかね、はい、こういうとあの自敗を安全牌に持てない時って結構辛いんだよね、国士がいたりするとね、そうですね、うん、トンナンシャペサンシャンテンのままだね、はい、うん、シャー切っとかないとまずいよ、ルミちゃん、うん、切りましたね、あの女の子の中でもやっぱりルミちゃんは手作りはもう抜群にうまいね、そうですね、うん、その役作りっていうことで、おっと一つ進んだぞ、ドラの3は残ってるね、うん、いいじゃん、やっぱポンされるときついですからね、ドラは、まあね、前に出にくくなりますから、うん、ただずっと持ってて当たりになるのも厳しいし、うん、それはそうだけどね、ごめんシャンテン、チーピン、チーピンこの、はい、これさて、マンズを何か来て、まあ例えば、まあ、ローガン切ったとかさ、2、3、4の重なり、はい、シゴロあるの、え、シゴロ、あ、一応ありますね、ね、だったらヤーマン切るのかさ、はい、そうですね、手役派のルミちゃんはやっぱりしごろ狙わないといけないね、うん、やっぱあの高宮プロもね、こう、はい、麻雀をこうやって見てるときになんか落ち着いてる、落ち着いてきてるね、そうですね、うん、リーチだね、はい、サブロースお待ちです、うん、リーチ、リーチドライスだけどね、まあ、ここはあんまり手が良くないから折りやすいね、はい、まあ、ここはもうおっと赤来たぞ、絶対に落とせない親番ですからね、赤いった、行きました、うん、まあスコールパワーあんまりなさそうだね、パワー番に3枚も4枚も切れててさ、ね、まあただ、うん、でも赤は怖いですよね、まあ、だけどあそこ思い切っていけるとこは偉いよ、はい、全然躊躇せずに行ったもんよ、はい、ね、うん、お
方三起点にね、三が今三枚場に見えて三枚見えておイーソン店お天杯何町ペーとイーソーかな残ってる残ってあれて、ね、イーソーが三枚切れイーソーが三枚切れペーは二枚切れか、はい、一応残ってるのは残ってる、ね、はい残ってるのは残ってますさあ天杯してほしいねそうですねせっかくなんで、ね、せっかくでサブローソーだったよねそうですね、うん、じゃあまだ打たない、はい、あ、シャンテン落としたぞえあ、本当だうん、うーん、まあ磯3枚切れが目に見えてるとちょっと押しづらいですよね、まあ、ね、それは間違いないんだけどさペドラの3万も厳しいし、はい、これあの上がりれんちゃんだからさ、はいね、高宮プロもさ転敗しただけじゃダメなんだよね。そうなんですね。だからこの絵が流れちゃうのは相当辛いね。はい。うん。ねえ、いいシャンテンではあるけどさ、うん、終わっちゃいそうです ね。まあもうないね。とドラ取ったぞ。うん。ドラ合わせないですね。うん、あ、転敗したぞ。おっと、転敗した。シーピン待ち。もう上がるしかないからね。上がらないと連チャンないからさ。はい、あ、心地いい。あ、感激だ。へえ、そうなんだ。シーピンも相当薄いんですけどね。うわ、山んだよこれ。あらー。リーチ一発赤裏。いやー、マリちゃんは勝負強いね。うん、ねえ、かっこいいね。面白いです ね、 ねえ、へえ、なんか勢いあるね。ありますね。今度優勝するだけのことあるな。天敗すら厳しいかと思ったんですけど ね、 もう天敗しないと思ったけどね、はい、やっぱなんか違うな。赤ウは思い切り言ったしね、はい、うん、なんか迷わずに言ってたよ。へえ、これでまた丸くなった。はい、これで白川がトップになったね。3万2500でね。うん、まるちゃん結構、うん、この辺がいっぱいある。3色狙わずにいった。そうですね。どっちかやったら1色にしたいのかな。はい、うん、見てるとやっぱ1色が一番好きっぽいですね。好きみたいだね、はい、まあ、ルビちゃんの手は悪くない ね、 そうですね。まだまだ大丈夫だね。これ国士か。今度はこっちが国士か。うん、うん、おっと、一色でどんどんいくね。一色なりそうだね。なりそうですね、うん、一色にはね。ここがただね、手が結構いいんだよ。あ、仕掛けた。仕掛けましたね。なるほどね、はい。まあ、そうなると多分上茶の白川は絞るので、うん、白川は割とそうだね、切らないかもしれないね。ちょっと苦しいかもしれないですけど、ね、ここはもうどんどん切って、はい、ね、泣かれてもしょうがないからいかないでしょうからね、はい、うん、ただここ絞りやすいね。そうですね、手配も悪いし、ね、うん、国士みたいになってるしさ、はい、ましてピンツ全然持ってないしさ、はい、何2局日本馬ドラがパーピンですね。うん、それはここ泣くとこだよね、はい、うん、ただ赤浮きなんとか使いたいね。お、切った。あ、先に切りましたね。もうピンズだからもう先に切っちゃうってことですね。なるだ、はい、そうね、そうなんだけどさ、ちょっと点数がね、安かったからさ、はい、でもあと何が泣けるんだけど、3アンパーワンかね。え、まあマンズは泣きやすいだろうけどね、はい、うん、まあ一応ね、うんうん、そうですね、 E ピンはポンされやすい牌ですからね。まあね、ただもう切らないとしょうがないから、うん、ね、うん、これトイトイまでつきそうですね。まあそうだね、ただドラパーピンがね、ちょっとね、はい、うん、パーピンは1枚ずつ持たれてますね。まあ3ワンパーワンがルビちゃんのポン材が出ればな、もう終わるんじゃない。そうですね、うん、ルビちゃんのポンする牌がなかなか出てこないと分かんないね、うん、これもトン先に切っとかないといかんね、はい、うん、ここはもうガードだからね、はい、まあ、ここが持ってくれば3万パーンはすぐ出るんですね。いや、もちろんそれはそうなんだけどさ、はい、
で、そうなってくれるかどうかわかんないよね。リャンピン。なんかいや、なんか、うん、ね、泣かれると嫌だけど、しょうがないね。はい。ここ一緒みたいになってるの？ナオ行きました。あ、ナオは2枚切れか。はい。おっと、チーピン来た。うん。神茶じゃ切りづらいけどさ。はい。9万。で、ここ一緒みたいなのね。はい、そうですね。ドラのパワーピンなんとか使いたいからね。ピンズいっぱい来るね。サマンパワーが古い。山の奥にちょっと隠れてるか。そうですね。ねえ、ローガンは先だけどさ、あの仕掛けがまあおっと転敗したよ。さあどうする。これはリーチか。リーチですね。ね、うん、このリーチを打ってるとつもり3個あるからね、はい、うん、つもり3個の形だからね、うん、リーチに対して流派おっと進みましたね。おっともっとおっとと、それはあれだよね。はい、チーピンは2枚見えてます。いや、リュウハが今1枚だけでしょ。あ、でパワーピン通ってんだよ。あ、そっか、うん、パワーピン切ってのリーチだから、ここのリュウハがさ、それであのパワーピン通るからね。はい、だから泣いて、それでリュウハが1枚切れた、切れてさ、次は出てくる形だよね。ここの白が出てこないからね、このパワーが出てこなかなか出てこないと、ここ電波、おっと電波したよ。どうするんですかね。いやいや、それはもう流派でしょう。ローピンと流派、うん、この流派狙えるでしょう。まあリーチに通ってるからね、うん、ねえ、これは面白い。あ、ごめんなさい、流派取っ、あ、もう2枚切れてんだ。あ、本当だ。あ、合わせられちゃったんだか。ということは、仕事はローピンしかないんだ。ローピンですね。ただローピン全山ですか、残り全山か、はい、そうか。あ、やめた。あ、やめました。うん、なんださっきのあの元気があったんだから行けばいいのに。うん、ねえ、あ、ねえ、フィーリーチですね。いや、そうだけど行けばよかったのに。ねえ、そうやって固く打っちゃったか。おっと、もう積もりましたね。3個ですね。リーチも3個、うん、なんだ、はい、ね、同じだけどね、結果はね。ただなんか3番でちょっと降りちゃったけど、なんかあの辺はもう思い切ってビシッと言ってほしいな、気持ち的にね。はい、うん、やっぱり危ないっちゃ危ないんだけどね、うん、まあ行きそうなイメージでしたけど ね、さっき割と結構攻めてたから、はい、お山上がってね、はい、へえ、そっか。まあ自分でこれは引くっていうふうに考えるんだろうね。その辺の押し引きの感覚は結構いいらしいから、ね、はい、ね、あのびっくりするような牌止めて降りたとか聞いたことあるけどさ、そんなこと言ってなかった？なんか当たり牌は止めるし、行くとか行くしってすごくバランス良かったって聞いたけどな、そのモンドなんか。ああ、そうなんですか。うん、なん三局ドラが小さそうです。これでアクちゃんがトップ目になトップに立ったよ。はい。すごいです ね、ひっくり返りまくる、ね、はい、やっぱりもうなんとかちょっと遊びに行きたいと思ってるかもしれない。うん、まあいいですね、ディズニー、うん、ディズニーですね。ああ、なんでもないです。浦安ね。浦安ですね、浦安。でも分かんないね、これね。はい、すごいビザです。高宮プロ1号、ただマージャマイトクラブルールだからさ、赤がいっぱいあるからさ、はい、ここでハネマンとかバイマンぐらいパッといくとさ、はい、ねえ、オーラス分かんないからさ、ねえ、ただ厳しいですね。厳しいな、厳しいね。ドラのチーソーがまだ見えてませんね。うん、ここはもうちょっとあれだよね、手の形がいまいちだからさ、はい、ここもそうだけどね、チーソー引いてくるとちょっと違うよね。え、手があって、
こですか、早そうなのは。早か、早いっていうか、そんなにでもないんだけど。チーマン。うん、今2期ってね、例えばね、はい、麻雀ファイトクラブのルールだから赤ウーピン2枚あるのよ。はいはいはい。これで前にウーピン1枚切れてんだけどさ、はい、そうするとあそこ455で要するに赤ウーピンだけは外さないぞみたいな打ち方にしたいのかな、はい、例えばね。うん、おそしたらあれ持ってくるもんな。うん、数万。なんかツモがちょっと縦に寄ってますね。難しい。難しいですね。あき、うん、ちゃんがあの縦嫌いなんで。例えばさ、これ難しいんだったらね、はい、例えばローソー1枚外しとくっていう手もあるのよ。どこ切って分かんないんだったら、はい、つまりドラが小さいでしょ、はい、だからもう小さいのあたり持ってきたらあそこ1枚外すから、あのそこ1枚外しといて他に余裕を持たしといてね、はい、想像66ではなくて67とか68とかさ、はい、そうなるように考えておくといい。あの手が広げられるんだよ、はい、ね。ただチートイも一応視野に入ってるんですかね、うん、まあ、チートイツもなくはないだろうけど、まあ、チートイツって結構大変な役だからね。そうですね、うん、親番続行するには上がり連チャンだと特に厳しいです ね。そうそうそう、もうチートイツにしかならない手はね、はい、仕方ないけど、ただまあこの局をどうしのいでね、しのぐっていうか、はい、まあ、どうしても上がらなきゃいけないわけじゃなくて、はい、あチートイツ、ね、方がいいとね、はい、うん、なるほどね。どうしても上がらなきゃいけないわけじゃなくて、オーラスね、最後の曲1曲でなんとかっていうのもあるからさ、はい、1日さんの3色に固定しましたね、うん、スーピンが2枚切れだから、ここも本一に行って、はい、ね、お、ここなんか徐々に形が整いつつあるよ。そうそう、うん、この粒の感じ嫌ですね。チートイツなのかと思えば、いやいや、チートイツ、チートイツっていう、チートイツじゃなくて、チートイツなのかじゃなくて、チートイツにしちゃってるわけだから、はい、でもまあそれはそれでいいと思うしね、はい、うん、だからメンツ手に行くのか、ね、両方いけるんだろうからさ、はい、あ、これでチースを引きましたね。どうしますか、ね、パーピンとりあえず切りましょうか、うん、まあ、パーピンでいいですね、とりあえずね、はい、ただチートイツに決めてるとピンズの上がありそうなんだよ、ね、だから今ちょっと瞬間考えたんだよ。そうですね、ピンズの上ありそうだなと思うから、はい、チートイツ決めようかな、どうしようかなって考えたね、うん、9万、うん、今イシャンテン、これはイシャンテン、イシャンテン、どこ外すかですね。サブロッケーマの二度受けが残ってますね、うん、だからマンズの上でしょ、そこじゃない方がいいな、うん、そこじゃない方がいいんじゃないかな、うん、あそこのマンズ、そうですね、ちょっとサブロッケーマンが相当薄いですね、サブロッケーマンが相当薄いですね、テンパイしました、これはうまいですね、赤ウーピン先に来てますからね、さすがエロいですね。そんなエロいっていうの、マチがエロいですね、エロいんだ、はい、そうか、もうルミちゃんもうこれはもう自信のリーチだね、ね、うん、自信のリーチだよ。まあ、あきちゃんは多分ちょっと臭いなって思うと思うんですけどね。慣れてったらね、はい、うん、ただ当たり辺あの持ってないからさ、うん、ね、これいい、いいね、ここの、あ、あきちゃんリャンピン2枚持ってんのか、そうか、ただリャンピンはまだ山に1枚あります、うん、今あるけどね、はい、うん、ここもとてもちょっとまだね、前に出てくるような形になってないからさ、ここどうなんだこれ、うん、ちょっと数アンコ見えてますか、うん、まあ、数アンコ見えてても遅いよ、もう、まあ、遅いんですけど、うん、まあねえ、うん、まあ待ちはないんだけどな、うん、悪くないんだけど、手のもいいしね、おっと、おー、イシャンテンですね、おっと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 、マリちゃん、あーね、うん、はい、これしてやったりですね、そうですね、リーチ3色5200点の値上がりですね、はい、うん、そっか、ちゃんとつけたかったんですけどね、ちゃんとっていうか裏ドラ欲しかったです、あ、そうですね、裏ドラでしょう、うん、ただこれはもう三つどもえですね、はい、で、あ、トップ名はあきちゃんですね、うん、で35,500がトップ、38,000、28,800だから、はい、3人のうち上がった人がね、そうですね、うん、このルールは上がり止めがあります、ね、ドラが3層です、まりちゃん倍満でなんとかなるの、倍
番で届かないな、あいつもいいのか、あ、ダメだ、その、263でしょ、263だと小型がちょっと届かないね、はい、まあ、リチボが出ることもあるからね、まあここは大きく狙っていくでしょうね。さあ3人の戦いですね、さあ誰がトップを取るのかねね、逃げ足の速いのは誰かっちゅう、はいね、ちょっとあきちゃんここリーチ棒とかも出しづらい状況ですね、でももう上がりにいかないでしょうね、ここチューンが出たらね、はい、ここはもうちょっとあんまり関係ないから堂々と言いま すね、おっとこれはちょっと単野に進めたいですよ ね、単野はちょっと時間かかるんだけどさ、ね、リュウハか、リュウハが鳴きたいのか、リュウハ、うん、そう、すごく速い人は誰もいないですね、ここがね、なんか高くしなきゃいけないからしょうがないからね、はい、さあもう一回言いそうだ ね、はい、これで単葉の形になったね、シゴロの形になったりしてね、ただドラウソだからさちょっときついね、さあこれ酸素か、酸素切るかどうするか、うん、そっち切ったね、うん、ペンちゃん払っていきました、うん、そうそうそう、その手はあるかな、うん、それで急速切ってるってもあるね、やっぱ仕掛けられる形が、はい、うん、やっぱりそういうのは上手だよね、まあ、誰でもそう切るんだろうけどね、うん、いいシャンテンですね、いいシャンテンなんだよね、はい、ただ転廃してもリーチかけづらい形です、かけないとでもしょうがないだろうから、だから今求められるのは思い切りの良さがあるかどうかだよね、はい、うん、結構思い切りいけるかどうかっていうさ、357目いっぱいに受けました、うん、そうね、おお、思い切りいいですね、まあ、シャーが ね、 そうなんですね、ちょっと狙えるからね、はい、うん、いいんじゃない、うん、さあどうだシャーがね、いやこれもう決まりそうですね、シャー山に2枚あるんで、ただもうこれも、はい、ね、ルミちゃんも行くんならもう、あ、これアキちゃんか、もう一品も行かなきゃしょうがないでしょ、そうです ね、 ね、一品行ってまっすぐ行って、はい、あっと決まりました、あららら、これはしょうがないね、うん、はい、リーチ一発、ドラ1、はい、64、はい、ね、はい、6400点、おっと白川プロ2冠ですか、はい、2冠です ね、 ねここでも勝ったし、はい、投票選抜戦第1位で、素晴らしい、うわー、ニコニコしてるね笑ってるね、これはちょっと、うん、ラッキー、うん、まあお疲れ様でしたって感じかな、はい、まあまあ面白かったからね、面白かったですね、うん、はい、なかなかね、うん、はい、対局が終了しました、はい、はい、はい、終了しました、どうでしたか、いや、なかなか、はい、ね、面白い対局でしたね、いや、まあ、ちょっとね、あきちゃんがほら崩れた感じだったけどね、うん、なんとか、すっごいバナナ、なんとか立ち直ってさ、ね、最後ほら接戦になったじゃない、はい、ね、あれがちょっといい感じじゃなかったの、そう、白川プロ勝ったんだけど、なんか何もしてないような気がしない何もしてなくはないですね、いや、なんかね、聞いてたね、大勢あんまりしてないんだけど、はい、行ったら、行ったら一発上がれるみたいなさ、行ったら一発、行ったら一発みたいなさ、ね、あと大勢何もやってないぞっていう、あと降りてましたね、あと降りててさ、ダッシュで、もう人気の勢いだけで勝ったみたいなそんな感じだ、人気の勢いといえば、はい、4位、はい、高宮まりプロ、はい、はい、黒髪美少女ですが、いや、全体的にやっちゃったなって感じどこやっちゃったの、はい、なんか、リャンピンとかさ、あー、リャンピンな、はい、あれ、リャンピンはね、あれは仕方ないっちゃ仕方ないと思うんだけど、はい、切るときに、あ、ちょっとこれ危ないかもしれないっていう雰囲気を出しながら切ってほしかったなみたいな、どうせ切るんだけど、切るんだけどさ、これ、あ、危ないかもしれないっていう感覚が欲しいと僕は思うよね、これ危ないかもしれないけど行くぞっていう、あ、当たっちゃったねみたいな、森山さんのテレビ対局見てるとそれがすごい効いてますね、それがよくあるよね、危ないところ危ないけど切るぞとかさ、はい、だからそれってほら自分は読んでんだけど、まあ勝負として仕方ないぞみたいなってあるじゃん、だからあれ無造作にポンと切られちゃうと、あ、めえなっていう感じになっちゃうね、うん、はい、でもちょっと危ないと思った時にさ、ちょっとこう、はい、雰囲気がちょっと出るとかがね違うね、でも、はい、あの、はい、ルビちゃんのリーチにさ赤ウガンパンといってさ、うんうん、あれ良かったじゃない、怖かったね、あ、うん、あれやっぱり来られちゃった分さ、でよく転廃したよあれ最後スキーピンでさ、はい、ギリギリでさね、それで一回上がってちょっと安心しちゃったの、いや、なんか
全然勉強したいなと思ってたんですけど、うん、はい、まあ、もちろんね、はい、安心は全然1万5000件ぐらいだったんで安心は全然安心してないのね、はい、あ、まあでもあれを補充しちゃうとまた終わっちゃうっていうのもあったのかな。ああ3万かなんかそうですね、3万補充しちゃうと、ね、この残り2曲で辛く、うん、より辛くなるのもなとか、まあ、その辺のバランスがね、はい、うん、でもまあ常識的には3万なかなか切りづらいんだろうけど、はい、もうえいやっていうね、そうですよね、若さで、うん、若さでみたいな、はい、そういうでもそういう局面ってバージョン結構大事でさ、ね、だからまあまあ、それはまた今から勉強でしょうけど、まあその辺はやっぱりほら、アキルミはもう大ベテランだから、うん、ね、もう若いけど、もうこの世界で10年以上やってるんだからさ、はい、10年以上やって、10年以上やって30だからさ、もう参っちゃうよ。なんで僕はもう何十年やってるから、何十年なんだろう。30年以上やってて、もう60、60でしょ。そうなっちゃうよね、はい。だからもう若い人で頑張ってください。はい、あと誰に聞くの、はい、ちょっとすみません、全員聞きたい。はい、そして第3位は二階堂ルミプロ、はい。はい。そうですね、私あの全曲参加が目標だったので、一応、はい、全曲参加できたかなと思います。はい、カレーピンかっこよかったよね。かっこよかった。あのアコーピン切りがかなりしびれましたね。よく掴むんですよね、しかしね。まあ、リャマは理事してないですけどね、シャンもね、うん。でも、まあ、シャアはしょうがないね、最後ね。確かです。はい。はい、二階堂ルミプロらしい麻雀が見れてよかったと思います。ありがとうございます。はい、そして第2位二階堂アキプロ、はい、はい、あの親番ですね、親番で第一であの数層が、うん、結果的にしくりだったんですけど、まあでも多分こう今ずっと麻雀打ってきて、あの第一であの数層切らなかったことがないくらい私の中では数層だったんで、いやそれは全然問題ないでしょ、まあ、まあでも結果的にしくりだったじゃないですか。いやそれは仕方ないよ、それはないだろうなと思いながらも、うまくいく時だけさ、うまく打った、うまく打ったっていうのはさ、やっぱりトータル的にしっかり打てばいいわけだからさ、しっかり打ててましたかね。だからそういう意味じゃない、あの振り点の時にさ、もうちょっとなんとかなったかなと思う、サブロビンの振り点、サブロビン、ね、うん、結構難しいなって思った。いや難しいんだけど、まあ話してたのはあのマンズの1、3、5からさ、ピンズの3切らないで先に1から切っちゃうとかさ、うん、そうすると3が残って5が来てさです、ね、そうすると多分パーピンも切れるだろうしみたいな、単位を決めてね、で差し子の3色もそうそうそう、で見ながら言えばさ、だけど、あれ振り手よく積もったからね、1枚くらいいってくれると思って、もう金利がすごい高いから、うん、まあ厳しいだろうなと思ったんですけど、うん、もう手配取るのはリッチだなと思った、うん、まあそうだね、はい、だから、アキちゃんほど上手くてもやっぱりちょっと1段のちょっと、なんていうのかな、ミスじゃないんだけど方向の違いであんなになっちゃうんだなっていうのがあるからね。そうですね、ミスらしいミスはなかったですか、うん、まあ、その辺でちょっとでもあそこあの積もったから、ほらまた、うん、ね、まあ、巻き返してさ復活できました、ね、その後のシャーも、うん、漫画に積もりましたし、うんうん、だからまあ全体としていろいろ手が入ってさ、だからね、なんかね、まあ変な話だけど一番何もしてない人が優勝したみたいな。ちょっと待ってください。勝ったのにディスられるの好きです。はい、それでは1位の白川由紀奈プロ、はい、こうもうほっといていいんでこのコメント。もう存分にこう自分の、うん、はい、そうですね、いつもでももっとテレビ対局もっと何もしてないんで、今日はした方みたいな、今日はあの2回上がったんで、はい、あ3回3回だね、3回上がったんで、うん、いつもよりは結構してます、うん、はい、でちょっとだから思うのはさ、まあ今回をさ、あのこの一つのねきっかけにしてさ、はい、本当活躍してほしいしね、うん、うん、やっぱほらまあ今はっきり言ってこの中でほら麻雀では一番今のところ実績ないんだからさ、3人にね比べてさ、うん、ね、だけどそこをなんとかさ、はい、あの能力あるんだよ、だからちょっとね、能力ないって言われたんですよ。いや、僕はメンタルが弱いって言われました。あ、だからそれは違うじゃん、能力はあるけどメンタルが弱いのは能力と違うじゃん、ちょっと思った。え、それも能力だっておっしゃってましたよ。まあ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 、もういい、言ってればいい、これ取り直しますか。手を作る能力とかは高いんだけど、やっぱメンタル的な部分ちょっと弱いから、今日もそれがちょっと出てたような気がするよ。そうです、ね、だからもっと思い切りよくさ、はい、行けばさ、まあ、今日ちょうど、ね、これ勝ててさ、はい、もっと思い切りよく打てばチャンスいっぱいあるよ、はい、ね、まあそういう話で、はいはい、でも1位、あと何か、はい、1位、はい、ということで、あのずっともうすごく応援してくださったファンの方たちがいっぱいいらっしゃると思うんで、はい、ファンの方にコメントお願いします、はい、投票選抜戦で投票してくださった皆様、この番組を見てくださった皆様、どうもありがとうございました。
まあこれからも頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございますという感じで、はい、あ、じゃあ一応一の方にはですね、はい、あのね、先ほど言いましたあの、一日フリーなんたらけっていうのね、はい、プレゼントすることになっています、はい、別にあのお祝いにあげてもいいのよ。あ、なるほど。お祝いというかお見舞いも。お見舞い、お見舞い病院に来てくれたんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、そうなんだ。すごい大好きなんで、赤ちゃん見に来てくれて。あ、そうなんだ。そうなんです。もうちっちゃいのがちっちゃいの見に行ったんです。可愛かったです。ああ、そうだよね。はい。まあそういう、なんかね、こういうのなかなか出てこないんだけど、ね、赤ちゃん出てくると今日おかしかったなと思って。ああ、赤ちゃんね、今日はね。そうですね。でもまあちょっとね、また現役復帰してさ、もう今バリバリも仕事してるみたいだし、ね、また来年、また頑張って、東洋専務さんも多分また来年もありますので、泉はね、嫌だって言ってましたけど。もう嫌だ。私、初年度から嫌でしたけど。ね、あ、嫌だ。ファンの人は本当に楽しんでるんでね。はい、あ、でも、そうなんですよ、はい、あの。順位が出るのは嫌なんですけど、自分のファンの方と対戦できるじゃないですか。うん、あれがすごく楽しいですね。ね、うん、はい、でもみんなね、あのプロもすごくあの、これやった時参戦率すごく高くてね、うん、もうすごい数増えるんですよ、うん。だからそうやって楽しんでもらえばね、また来年もすごくいいと思いますので。多分また来年も同じぐらいの時期にやるんじゃないかと予想しておりますけども、楽しみ、ね、はい、また楽しみにしましょう、はいはい、ではあの一応私のマニフェストを終了させていただきます、はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。コナミ